オーシャン。うわあ、全然映らんの、白すぎて。おお、本当になんか漁船みたいな感じだ。ふくらはぎを疲れた。あそこなんか色違うな、また。乗り込みます。沖縄大1357号ヤンマ、よいしょ。おはようございます。おはようございます。ちょっと畳めないんですよね。はい、あ、そうですね、すぐに10分ぐらいかかるんで。あ、じゃあどっか隙間に。あ、わかりました。じゃあちょっと荷物外して、ね、よいしょ。よっ、じゃあこれだけ先に。そう、行けますか。奥まで持っていかなくても大丈夫だそうです。あ、そうですか。ええ、ね、あ、でもある程度言えないと動作なんだね。あ、じゃあこれぐらいで、ね、で、できるだけ傾ければ荷物はワンタッチだったら外しといた方が、あの、安全かも。海水かぶる可能性があるから。縛り付けなくてもってことですか。うん、まあ大丈夫でしょう、今言われなかったから。よいしょ、うわ、ちょ、これはじゃあこっち側にやったらいいかな。これでなんとか、こんだけ傾けりゃ。よいしょ。あ、すいません。ここで、はい。よいしょ。
使えない。
あ、すごい重そうですけどね。重いんですよ。ねえ。今、元彼とは2人だったらよ。2人だったよ。濡れた。固定されてますよね。あ、で、私お金が1000円もなくなってしまったんで、はいはい、やってもらっていいですか。今なんと現金が362円しかない。さっき宿代でショートだったんですよ。なるほど。どっかで下ろさにゃ。あ、そうだ、カメラよそ向けときますね。で、顔はもうどのくらい映ったんだろう。
か雲がどっか来たもんね。ねえ、明日からまた悪くなるって言ってます。うん、こっから毎度終わりまで予約するんだろう。ここは飲み屋でしょ。海が綺麗。そこの小さい魚見えますかね。わらわら泳いでる。なんで同じとこずっと泳いでるんだろう。キラキラしてる。ここにもいるな。稚魚っぽいのが。エビじゃないような魚だよな。おお、すごい速さ。小回り利くな。
と。こんな感じですかね。あ、そういう問題じゃないのか。ちょっとね、厳しいんですよ。パンパンすぎてサドルにこうですね、引っかかってしまって、よいしょ、まあ、おっと、一旦かかればもうあとは。そうなんですよね。厳しい。もうちょい。それいけ。ああ。よいしょ。え、それでも厳しい。パンパンですね。そうなんですよ。いや、あのこっちが入れてもいいですよ。あの、まあ、大丈夫、こっちスカスカだし。オルトリブのバッグだからやたらでかくて。いざとなったらお願いします。ええ。こっちはちょっと軽い今回は。スピアードどうするかな。結構電波いいな。はい。とりあえずは一周してどっか止まる感じです。結構広いからね。そうですね。あっちよりも広いですよね。広いというか、あの海岸線が長い。ずっと海沿い回ると一周通り一周あるんですけどね。でこれは、あ、でもちょっと一周、これ撮りながらやるの？これビデオです。あらま。で、あの顔は一応ですね、後であの公開するときにはこの今この瞬間モザイクかけてるはずなんで、ええ、そんなちっちゃいんだ、ええ、これで結構綺麗に撮れるんですよ。待ってるだけも楽しいけど、またこれも楽しい、後で景色なんかもずーっと撮れるんだ、ええ、この自分の見たままがそのまま映るんで、今もこれスイッチ入れてあったら私たちが映ってる、ええ、
え、今映ってるんですけど、後でちゃんとあの顔隠しますんで、顔隠しますんで、あの映ったままでよければあのそのまま出しますけども隠します。え、これビデオで、あの録画しながらずっと走ってるんですよ。丸一日撮れます。後でちゃんとあのモザイクかけますから、あの許可得た人以外は一応モザイクかけて、あのなんかこ、いや、あの自転車趣味なだけで、これ趣味の名刺です。あのホームページとかいろいろ書いてるので、はい、あら、この時の動画も数ヶ月後には多分公開すると思うので、ええ、あの揺れるとか言ってるのさっき撮れたんでよかったらあの好きな絵柄1枚どうぞ。3種類しかないな。あ、じゃあ1枚もらっておこう、ええ、よろしかったら。別にあのただの趣味なんですけどね、仕事全然関係ないんです。すごい脳の勉強刺激で、あとあのフォーマの電波が来るとこだったら生放送とかしながら走ってるんですよ。直に見せながら。それで若者はすごい、いやーもうどちらからこれ、あの神奈川県の横浜の方です、ね、年末旅行でこっち来て。あ、だから島もこういう人がどんどん入ってくるといいでしょ。ね、で昨日はあの伊是名島一周をあの放送で見せながら、で見た人がまたあの何かパソコンからコメント返すと、ここのスピーカーから鳴るんですよ。あ、そうですか、ええ、へー、コンピューターが読み上げるので。あ、もうこれは繋がってるってことなんですよね、本体っていうか。そのそうですね、あのそういう放送のやってるサーバーというか、そういう会社の仕組み使ってるんで。彼でしょ。そう、あ、私です。そうですよ、ええ、顔つき違うね。あ、そうですか。それはですね、一番高いところに登った時かな。富士山、富士山じゃないけど峠として、ええ、ね、それは北海道の礼文島っていうとこです。あ、行かれました。礼文島行ってきました。あの桃岩のあたりです。利尻から礼文行ったんだよね。うん、利尻は利尻富士で、礼文はあのトレッキングとかはよくやってますよね。あのずっと山の中歩いていくんですよね。山というかあの草っぱらみたいなところずっと山歩きして。花が綺麗だったね。ええ、あそこ固有の花とかもありますよね。いい仕事だ。いや、趣味です、趣味です。趣味でこれ全然関係ないんです、仕事とは。贅沢な趣味だ。じゃあブラブラ行きますか。少し連絡ちょっと待ってって言われて。あ、すいませんです。じゃあ、あ、行けます、ね、多分一周してると思うんで、ね、ありがとうございました。じゃあありがとうございました。だいぶ細かく説明してしまったな、必要なぐらいに。どこまで説明したら説明しすぎなのか難しい。すごいですよね。うわぁ、色すごいな。の方向、うん、薄ペットボトルが、観光案内みたいなものはこの中にはないのかな。ないな。
観光案内みたいなものは特にないですね。パンフレットぐらい置いててくれてもいいのに。うわ、どうなったらなるんだ。さて宿どうしましょうかね。そっちから多分片付けといた方が。じゃあ 中のベンチで考えますか。観光パンフとか地図とか何もないですよ、あん中。さっきの船の人に乗ってもらうのかな、あれは。まず GPS のバッテリーが切れそうだから交換して、あ、この島ですね。縛るときに交互ね、こうで縛ったら切れてるやつ、揃って縛ってあるのはまだ満充填のやつ。あ、いきなり抜いてしまった電池。うまい棒どうですか？いや、うまいです。ですか？あ、そっか。結構船の揺れでもそこそこ来ましたか？あ、そう、二日酔いでかなり船がきつかったんじゃないかなと思って。Thank you.